さて、これらの島が一体どうしてできたかということにつきましては、学者は大体二色に考えております。一つは火山から来たもの、一つは珊瑚礁からできたものであります。マリアナおよびカロリンの大部分は火山からできております。北端のウラカス島はまさに典型的な火山であります。凸骨として海中にそびえる円錐形のその頂点からは約5分ぐらいな間隔を持って絶えず黒煙を吐いておるのであります。マーシャル島は全部珊瑚礁からできております。この島の特徴は海面上わずかに4、5尺の高さ、石灰質の白砂の上に生い茂るヤシの密林、これが珊瑚礁の島の特徴であります。およそ群島の島はそのいかなるものもその周囲に珊瑚礁の縁をつけております。珊瑚礁というのは海中に住む珊瑚虫という微細な虫が自分の体から作り出したところの骨格の集まったものであります。その形は実に様々でありまして、またその色もとりどりであります。この美しいものが整列玉のような水の底に地面に敷き詰められてある有様はあだかも猛線を見るがように美しいのであります。珊瑚礁は一面これをリーフと呼びます。このリーフが外洋と境するところは急に幾百尺の断崖を作るのであります。向こうに見うる白波の一線はその警戒を示すのであります。今一人の潜水夫がリーフの上を泳いでおりまする。急に黒ずんだ深みへ落ちていきます。これがすなわち外界の境にあたるところの断崖であります。かかる大工事を成し遂げた民族は今の民族よりもよほど文化の優れたものがおったに違いないということが想像せられるのであります。しかし何らの伝説も残っておりません。それから約350年前、当時世界の海上に歯を備えておりましたスペインは、その領土フィリピンから船隊を送りまして、マリアナ・カロリンの地方を探検させました。かくしてスペインはこの地方をスペイン皇帝の皆により占領を占したのであります。今スペイン300年の文化を語る者としては、彼らの手に経営せられておりまする旧教の教会においてその面影を見ることができるのであります。マーシャル群島は初め英人マーシャルによって発見せられました。その名を今も留めておるのでありますが、今より約50年前、当時南洋において海上の根拠地を求めておりましたドイツはその軍艦を送りまして、この地方を探検進めたのであります。英国が領有しておりました根拠が薄弱であるに乗じまして、ドイツは無造作にこの地方を占領してしまいました。その後20年経って、すなわち今より34年前、米国とスペインの間に
戦争が起こったのであります。ついに彼らの領土フィリピンとマリアナにおけるグアム島を米国のために譲らなければなりませんでした。敗戦の後、スペインは財政困難に苦しみまして、ついにドイツと協約し、マリアナおよびカロリンにおける彼らの領地をわずかに960万円でもってドイツに売り果たしてしまったのであります。隠して歴史は映る大正3年下の欧州戦争は勃発したのであります。帝国は義によって連合軍に加担し、我が海軍はドイツの艦隊を追ってヤシの木茂る島々を占領していきました。大正3年より6年まで我が海軍防備隊のもとに軍政庁が置かれ、ついで7年8年民政署が設けられ、大正9年以来現在の南洋庁が設けられることになりました。南洋庁の所在地、パラオ諸島中のトロール島、この遠望
万5千人は我が法人であります。ために万葉町は約16の学校を設け、内地に劣らない立派な教育を施しております。毎朝朝礼にあたりましては、はるかに皇居に向かい礼拝するのであります。約5万人ありまして、そのうちシャモロ族というのが3500人ばかり住んでおります。シャモロは非常に文化の優れた生活を営んでおりまして、その要望風采を見るとき、明らかに彼らにヨーロッパ人の血が流れておることも想像されます。その残りの民族4万6500人はいわゆるカナカ族であります。群島至る所に住んでおりまして、島民の大部分を占めるものであります。各島々によりまして、いろいろ異なった風俗習慣を持っておりますが、なお素朴簡易すこぶる原始的の色彩を多分に帯びた生活をいたしております。中には体にわずをつけて飾りとするもの、あるいは全身に弓を施すなどの習慣を持っておるものもあります。家屋はすこぶる簡単なものでありますが、そのうちに共同家屋と称する大きな建築物があります。これはパラオにありまする共同家屋でありまして、その土地の言葉でアバイと言っております。日本の釘も用いずして作り上げたものでありまするが、すこぶる立派な建築であります。柱その他の場所に
たくさんいろいろの彫刻が施してあります。その中には歴史を語るようなものも彫られてあります。このファラオの建築物に対しまして、ヤッブの共同家屋はこれをアバイと言っております。その建築の様式はファラオのものに比べまして非常に異なっております。島民の食物としてはまず第一にヤシの実をあげなければなりません。ヤシの実の未熟なるものはその中にたくさんなお水を持っております。雨水のほかに飲料水を持たぬ島におきましては、このヤシの実のおつゆが大切な飲み物となるのであります。成熟したヤシの実はその中の実を取りまして、これを干し固めコプラと唱え石鹸の材料といたします。全島の農耕に適する土地は約7万町部、そのうち3万町部はヤシの林でありますから、このヤシの実から取れるコプラは農産物中の首位を占めておりまして、年額約1万トン、金額にして120万円内外に達するのであります。その次に普通なものはパンの木の実であります。これは蒸してついてパン餅を作ることもありまするが、多くはタロイモ、パンの実ともに簡単にこれを実を剥きまして蒸し煮にして食べるのであります。金銭の価値はまだ島民に徹底しておりません。島民の多くはまだ物と物との交換をいたしております。島民固有の貨幣といたしましては貝殻なども使いまするが、多くこのヤップ島に関する石化を用います。この石化は小さいものはそのまま持ち運びができまするけれども、大きいものになりますと何百貫とありまして、これを持ち運ぶことができない。道の傍ら、家のそばなどに置いたまま所有権を移して取引をいたすのであります。
Ah, kagak. Mari kita. なんだよこれ。これは床弁人形です。床弁人形？床弁できんのか。これ売らないか。ビールトライプリやらめや。これバルで。バルで。バッツやつだし。バッツやつ？よしよし。いや、これやだな。でもまだ見るほどありい。くれんかこれ。よしよし。いい人形だなこれ。これ床弁の人形か？床弁の人形か。うん、ありがとう。ああ、これいい人形だ。島民は手芸に巧みであります。ヤシの実などを用いて、なかなか趣のある細工物を作ります。ヤシの若葉から作るパナマ、いわゆるマーシャルパナマは、近来国内及び海外に盛んに売り広められております。手芸に巧みであるのみでなく、音楽の天才も持っておるように思われます。内地の流行歌などを聞き覚えて巧みに歌うのであります。ある土地へ参りましても、子供は実に可愛いものであります。子供たちのために南陽町は23の公学校を設け、内地人と変わらない立派な教育を施しております。可愛がってください。
離れ島から来る子供たちのためには完全な寄宿舎の設備があります。また工学校卒業生のうちからコロールの木工建て養成所において島民の大工を養成しております。また青年団の儲けがあり、工学校の校長が団長となって立派な青年訓練を施しております。全て熱帯圏内にありまするが、絶えず涼しい海風が吹いてまいりますので、その温度は内地の真夏よりもずっとしのぎよいのであります。その上、南洋特有のスコールという猛烈な通り雨がたびたびやってまいりまして、日中の暑熱を一掃し去るのであります。このスコールは島の生き物すべてにとって実に大きな恵みの雨であります。一年中温度を一周していっぱいに受ける太陽の光と熱、それにこの恵みの雨、これらの典型によりまして島の植物はすべて皆目覚めるような勢いで伸びてゆきます。島の動物に珍しいものとしてはオオトカゲがおります。これはごく稀に産するものでありまして、人畜には少しも害を与えません。またパラオ島においてはまたごく稀にワニが取れます。マングローブの水辺に茂るあたり、罠を仕掛けておきまして生け捕りにするのであります。産業として最も重要なるものは製糖業であります。サイパン、テニアン両島においては盛んに甘蔗が栽培せられます。この地方からできるところの砂糖は年産額約7000万円、価格にして1000万円に上るのであります。
ある産業はパラオ諸島におけるアンガウル島の人口であります。これはこの島に幾万年積み来たった鳥の糞が積もり積もって岩石のごとくなったものでありまして、約4割のリン酸を含み、農業上の肥料としてとても貴重なるものであります。年産額約6万トン100万円に達するのであります。海の幸として近海至る所に多くの貝を産しまするが、そのうちで最も貴重なるものは貝ボタンの材料として用いられる高瀬貝であります。今手に取り上げたのがその高瀬貝であります。これは島民の生活を保護する意味におきまして、その採集をただ島民にのみ任せてあります。年産額は約5万円に上ります。島民はピスカンという森を飛ばしてこれを生け捕りにもいたします。今は多く潜水をしてこれを取るのであります。タイマイの甲はいわゆる別甲でありまして、貴重な美術工芸品となります。さて、島の漁業は、サンゴ礁の上に住むたくさんな種類の魚を、島民はまずヤシの葉を下に絡ませたものを、網を引くがごとくにサンゴ礁の上に引き回しまして、これを次第に狭めてまいりますると、中の魚は水の中に光るヤシの葉に驚いてだんだんと中央に集まってまいります。これを例のピスカンを飛ばして巧みに取るのであります。ヨーロッパの全土にあたる我が南洋群島一帯は、太平洋の大動脈たる暖流、我が国でいわゆる黒潮の源であります。したがってこの暖流に住むカツオ、マグロ等の有用なる魚類はここに無尽蔵の宝庫を作っておるものと考えることができます。法人の漁業家が手を下して以来、群島の水産業は異常な発展を遂げました。カツオの漁獲高だけを見ましても、昭和2年に1万5000貫のものがわずか4年を隔てて、昭和6年には75万貫に達したのであります。この鰹節に製造され内地に輸出されるもの、最近の年産額は約25万銀、価格は100万円にであります。水に浸
しい島民はまた船を操ることに特殊な技能を持っております。カヌーにタコの歯を編んで作った帆を張ります。遠く遠洋を航海することもできます。時にはまた海岸近くにおいて盛んなるカヌーのレースを行うこともあります。また時には昔戦争に用いた大カヌーに数十人が乗り込みまして掛け声勇ましく大競争を演ずることもあります。太陽の彼方に夕日は落ちる。島の人々にとって最も楽しい時が近づいてくる。この3体にわたるところの資源を互いに連絡して
いわゆる日満南の経済ブロックがここに完成するならば、共存共栄の実初めて挙げられ、世界各国のいかなる圧迫にも耐えることができるのであります。さらに洋上遥かに2000マイルのあなたに、我が海の守り第一線が敷かれなければなりません。この一線に沿って入浴する我が精鋭なる巡洋艦、その艦載飛行機を想像することができます。かくして海正面の守りは確立せられます。本当は帝国にとり、まさに海の生命であります。満蒙の天地が我らのために陸の生命線であるごとく、我々はこの重要なる生命線を確実に保持し、帝国を万代の屋敷に置くという念願のほか何者もありません。この期待が実現せられてこそ、太平洋はこの名のごとく太平の実を挙げ、東洋の平和ひいては世界の平和と繁栄とに貢献することができると信じます。ここに可憐なる島民とともに政治の万歳をことほぎ立て祭り、我が帝国の限りなき発展を祈りたいと存じます。